きょうは九州経済産業局の名村公秀局長と中小機構九州本部の池田晃本部長らが県庁を訪れ佐藤知事とともに協定書に署名しました。協定には中小企業を支援するためスタートアップの専門家を県内に配置や脱炭素への取り組みのサポートなど7つの項目が盛り込まれています。協定締結のの背景にはそれぞれぞノウハウハを共有することで 事業の継続や新事業への進出を後押しする狙いがあります大分県内の企業様に身近な存在に我々がなれるんじゃないかなといろんなことに挑戦していこうというような気持ちにもなっていただけるようなあのそういったご支援ができればいいなこのほか県内の中小企業の相談に対応する九州経済産業局のサテライトオフィスが来年2月期間限定で開設される予定です